ね、JR 姫路駅にあるこの駅そばをなんですけど、姫路駅名物駅そば、天ぷら駅そば、きつね駅で天ぷら駅そばしようかな。というわけでね、JR 姫路駅にあるこの駅そばをちょっとね、今日は行ってみようかなと思います。ね、この国鉄カラーの列車があるんですけど、ラストアンドリバーから内装列車が発車いたします。内装列車にご注意ください。券売機で買うんですけど、姫路駅名物駅そば、天ぷら駅そば、きつね駅そば、鶏天駅そばで、これ大盛りとかね、あるんですけど、まあ、あ、お子様駅そば、ちょっと注文します。あ、ちょっとね、電車がまだ時間あるんで、天ぷら駅そばでしょうか。出口専用か。まもなく6番乗り場に。すいません、お願いします。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。結構ね、なんか美味しかったですね。あのシンプルな感じで、なんかちょっとうどん自販機のような感じで、ちょっと懐かしい味もするんですけど、ほんのね、もう一瞬ですね。ちょっと食ってたらもうすぐ列車来るみたいな感じで、ぜひ興味ある方は行ってみてください。よし、YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。